眼科専門医の平野です。今日は緑内障の疑いと言われた方についてのお話しようと思うと思います。これいろいろねパターンですよ。眼底カメラっていうと検診を受けて緑内障の疑いって言われたとか、コンタクトレンズでたまたま検診を受けたら緑内障の疑いって言われたとか、まあいろいろな方があります。あとは緑内障だかなんだか何とも言えないねって眼科で言われる、そのぐらいの軽いパターンの方について、これどういうことなのっていうふうにお話ししようと思います。こんな感じで私の、チャンネルでは緑内障に限らず目の健康についてお話しているので、よろしければチャンネル登録していただければと思います。じゃあ特に言われるのは何かっていうと、視神経乳頭間横隔大、長いのですね、もう一回言います。視神経、目の神経、乳頭っていうのはそのくぼみですね、乳の頭って書くやつですね、の間をくぼみが拡大、すごくくぼみが強くなっちゃってるってことなの。これ目の形の変化なんですよ。視神経乳頭間を拡大がある方の場合は緑内障になりやすいんですよ。イコール緑内障ではないんですね。なので眼底カメラとかでこれが見つかった場合は緑内障の検査が必要になってきます。緑内障の検査は具体的にどうするかというと、まあ、視力眼圧という基本的な検査や視野とかの検査しますよね。あと場合によっては OCT といって目の神経の厚みを調べたりすることもあるんですけども、まあ、こういういくつか の病気状態というのはあって、緑内障は、まあ、結構重要ですね。神経乳頭間を拡大、じゃあ神経乳頭間を拡大って言われたらどうすればいいか、一回眼科で検診すればそれでいいです。でもし今ボーダーラインだよとか何とも言えないねって言われたらどうするか、だったら焦んなくていいです。定期的にフォローすればいいんです。これすごく重要で、視神経乳頭間を拡大で緑内障とも何とも言えないって言われると、この医者大丈夫かなってすっごい心配になって、いくつも受診される方って結構いらっしゃるんですよ。でも何とも言えないねって言われてるってことは、少なくともすごくシビアでひどい緑内障ってことはまずないわけですよ。視野が欠けてないってことだから。であれば、まあ焦らず定期的に見てって悪くなったりしたら、もちろんそれいろんな意見聞くのも悪くないけれども、まあこうボーダーラインとかって言われたら、まあ定期的にフォローしとけばそれでいいでしょうと。でもういつまでフォロー眼科に行けばいいのって言うんですけども、なりやすい体質や形はそのままなんですよ。つまり一生定期的に見とかなきゃいけない。なぜかというと、緑内障って視力が悪くなるのってごく末期のことなんですよ。つまり視野って言って見える範囲が欠けて、いつか失明してしまう。何もしなければね、何もしなければそうなんですけれども、その視野が欠けてて視力がいいうちに治療してくれると、まあ大体失明しないんですよ。なので早めの治療のためには、怪しいって段階から定期的にフォロー検査をしておけばいいってことですね。で検査は例えば視野見える範囲のボタンを押すやつだったりとか、そういうのもあります。で大変かもしれないけれども、まあ、たまにでいいのでこれをお受けになっておくっていうのが重要です。ある仕事で関わった方で、いやすごい言われてるんだけど一回も受けたことがないって人もいるんですよ。あなたの家族にもいるかもしれないです。でその人調べたら30代なんだけれども、緑内障がほぼほぼ末期に近いんですよ。これ緑内障だんだん進んでいくんですよ。50代とかで失明してもおかしくない、治療始めてるからいいんですけれども、あれほっといたら 40,50 代で普通に失明してても全然おかしくない状態だったんですよ。結構そういうことあるんですね。ですからこそ視神経乳頭間を拡大だからといってほっとかずに、まあ、定期的に見る、もう少なくとも1回は必ず見るってことは、ご本人およびご家族はちょっと注意していただければなと思います。今日は視神経乳頭間を拡大についてお話しました。